皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ、ソウル連合ニュース、韓国の人気グループ、BTS、防弾少年団のジン、ジンが15日午後2時、ファーストソロアルバム、ハッピーをリリースした。ジンは所属事務所のビッグヒットミュージックを通じてこの日公開した一問一答で、初のソロアルバム発表について、意味深いとし、 趣向を十分反映させたアルバムなのでいい歌だ、という反応があれば幸せだと思いますと語った。アルバムにはタイトル曲、ランニングワイルド、先月25日に先行配信がスタートした、I'll Be There、ファンソング、I Will Come To You など6曲が収録された。ジンはバンドサウンドを基盤に、幸せを探す旅路を歌った。幸せの要素の愛、ときめき、勇気などの感情を表現し、 アルバムを聴く人の幸せを願う気持ちを詰め込んだ。ジンが作詞した「IWILLCOME TO YOU」はファンへの気持ちを伝えるファンソング。兵役につき、訓練兵だった頃に書き留めておいた思いをベースにファンを懐かしむ心を表現した。ジンは、ファンの皆さんが待っているのに、歌わなければならないのに、公演を行わなければならないのにといった率直な感情の記録でした。 当時の感情を振り返りながらファンのもとに一日も早く戻りたいという気持ちを表現しましたと説明した。ジンは今年6月に BTS のメンバーのうち最初に兵役終へ除隊した。除隊後はパリ五輪の聖火リレーで奏者を務め、オリジナルコンテンツ、「ランジンに出演するなど活発に活動している。今月16 17の両日はソウル小中体育館でアルバム発売記念ショーケースを開催する。ジンは除隊後、さまざまな活動を通じてファンが喜び、幸せそうにしている姿を見て、自身も幸せを感じた。そのようなファンの姿を見ると仕事のやりがいを感じるという。また、Army、BTS のファンのおかげで、ハッピーというアルバムをリリースすることができたと感謝の気持ちを伝え、 兵役中の他のメンバーの分までたくさん活動するので退屈にしていてはダメですよ。と語った。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。